てほしいかなという言葉を残したいかなと思って。飛鳥容疑者逮捕の騒動の最中もファンミーティングツアーで一人全国を回っていたチャゲさん。相棒の回復を信じていたはずだが、その願いは届くことはなかった。二人の絆が再び戻る日はもう二度と来ないのだろうか。はい、ポーズのパーです。お願いします。その、まあ、飛鳥容疑者がその事務所の取締役に就任したんじゃないか、まあ、ある方で役職をやったんじゃないかという報道が、これどうなんですか。この週刊誌の報道ですと、はい、昨年の8月29日にそういう辞めさせられたということになってますけども、はい、取締役が3人いるんですよね。チャゲさんと飛鳥容疑者ともう一人いるんですが、はい、そのうちの飛鳥容疑者が辞めたんですけども、